どうも皆さんこんばんは、 NM です。今回は東京グルリインボーグの最新情報についてお話ししていこうかなと思います。 V ジャンプ公式チャンネルで公開された情報になります。コクリア突入時の衣装を身にまとう10日が馬車で登場。強化すると味方前衛の武器耐久値を回復できるぞ。というわけでコクリア破りの10日がついにインボケフェスに登場します。では早速スキルの方を見ていきましょう。少しは頼りなレベル5、味方前衛の武器耐久値を3回復する。敵前衛へ攻撃力 ×1.4 倍の8連ダメージを与える。敵単体の武器耐久値をマイナス13する。さてさて、やっと RE 10日ちゃんの参戦ですね。いやー、イラスト可愛いですね、ステータスやアビリティはわかりませんが、味方全体のブレイクウォール S- と、こちらも味方全体に影響するブレイクバースト S+ を持っていますね。武器耐久値回復が特徴のようですが、僕としてはこの2種類のブレイクバーストを持っていることに、興味を惹かれますね。そして武器耐久値削りは驚異のマイナス13ポイントということで、今まで登場したキャラクターの中では最大値だったような、もし間違ってたら申し訳ないですけど、おそらく最大値のような気がしますね。今公開されている情報と実際に実装された時の性能は違っていますので、ここからさらに強くなるかもしれません。ぶっ壊れとまではいきませんが、敵を必ずブレイクできる武器耐久値削りスキルに合わせて味方前衛の攻撃力と、防御力を同時に上げるアビリティ、そして、武器耐久値の回復、やりたいことを10日1人に詰め込んだ万能キャラといったところでしょうか。それでは今回はこの辺りで終わりにしようかと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。